行くぜ。顔面に行け、顔面に。顔面行け、行け、行け。もっと行け、もっと行け。10時ぐらいに来たんですけど、もう1時半なんで3時間半ぐらいが経とうとしています。で、今ちょくちょくメールでミーさんとは連絡取ってるんですけど、僕がコロナの関係で病院の中が入れないっていうことなので、ちょっと待っててくれって言われて今駐車場でずっと待ってるんですけど、どうしてこうなったのかっていうと、まあ普通に滑ってたんですよ、コースを。雪が硬いところがあって、ガリガリしたところがあって、滑ってた時にボードが引っかかって尻餅をついた感じになったんですよ。僕それ見てたんですよね。で、まあ普通にある尻餅のこけ方だったんですよ。なんで、まあそこではあんまり心配にはなってなくて、あ、痛いっていう感じぐらいで、時間が経つにつれてもう痛いみたいな、歩けない、立てないみたいな感じになってきて、でそこでちょうどなんかレスキューの見回りの人が大丈夫かっていう風に声かけてくれて、立とうとしてみた瞬間に、あ、もう無理ってなって、もうものすごく痛いってなって、それで運ばれていったっていう感じなんですよね。今ですね、レントゲンを撮ったみたいで、レントゲンを撮ったところ、足の付け根の部分が骨折してると、そういう連絡が来ました。これからちょっと痛み止めを打って、注射を打って、松葉杖で歩く練習をしてから家に帰るっていうことでした。骨折だけでよかったですね。いろんなことがなんかその彼女の足の中でなんか起きてんじゃないかなって、なんかすっごい心配だったんですけど、4週間から6週間ぐらいで良くなってくるんじゃないかっていうことらしいです。普通の尻餅ぐらいでこんなになってしまうんだっていう、もうちょっとすごい心配すぎて、なんかもうずっと一人でそわそわしてて、すっごい楽しみにしてたのにちょっとこんなになってしまって、こういうのって意外に思い出に強く残ったりするんですよね。まあでもね、本当にね、体が心配で、ちょっと後遺症が残らないかとか、なんかすっごい考えてしまって、まあ、とりあえず引き続き連絡を待っていきたいと思います。はい、 One hour later. はい、ということで今帰ってきたんですけども、あれから1時間ぐらい待ったかな、結果入院することになりました。痛み止め打って
松葉杖の練習をしたらしいんですけど、それでもちょっと松葉杖がうまく使えないと痛みもひどすぎるということなので、1日入院することになりました。電話でもらった時になんかすごい寂しそうですごい不安げな感じだったんで、ちょっとかわいそうなんですけど、明日の10時ぐらいにピックアップできるんじゃないかなっていうような感じでした。どうもこんにちは。次の日なんですけれども、ようやく連絡かかってきました。10時半にピックアップっていうことだったんですけど、昨日では全然でしたね。3時半までかかりました。なんでちょっとこれから迎えに行っていきたいと思います。ちょっと車椅子抜けるわ、うん、ここで踏ん張っちゃダメよ絶対。今痛み止めでどうにかなってるかもしれないけど、絶対痛いで。痛いよそれは、痛いよそれ、痛いよ。まず奥に俺がサポートするから。大丈夫でしょこれだったら、ね、ひねってないから大丈夫ないよ、うん、これだったら。仕事ね。うん、仕事大丈夫だった。大丈夫ですよ、そんな気にせないでごめんね。どうしたん。酒抜かない。なんでレジャーしに行ったのに。いやそりゃ危険なスポーツをしに行ってるんだからそうなるよ。大丈夫よ。これマジじゃないよね。こんな時もあったねってなるよ。だから助け合っていくんでしょ。何もできないんだったらせめて笑ってくれね。ありがとう。うん、そんな悲観的にならずにさ。なんか恥骨が折れてたみたい。恥骨と、なんか背中の多分なんかどっかわかんないけど。寝れた？なんか1時間くらいしか寝なかった。なんか3時ぐらいにさバイバイってなったじゃん。なったね。急に血液検査するよみたいな感じで来て、血抜かれてって、うん、またドクターが来てCT やるっつって、5時ぐらいに CT 行かされて、松葉杖のやり方をナースさんたちが教えてくれたんだけど、痛すぎて全然もう進むの超遅すぎて、痛いんだけどってめっちゃ言ってたら、でもなんか手術もできないし歩かないとダメでしょって言われて歩かないと無理だよみたいな。その後にその痛み止めの副作用でもう気持ち悪くなっちゃって、ずっと気持ち悪くて手もしびれるし。結構強めの痛み止めか。そうそうそう、吐き気があるって言ってたけど、それでやめようってなって、もう帰れないからやめようってなっちゃう。なんでそのとこに階段があるんだって、なんか怒られたもん次の日になったら理学療法士さんが来てくれた今日。それでその人が松葉杖のあのやり方一緒にやってくれて、階段の上り下りとかもやってくれた。あ、そうなんだ。うん、その理学療法士さんが数日経ったらまた全然違うからって言われて、またなんかスノーボーディングもできるようになるよみたいな。優しいね、うん、めちゃくちゃ攻めたスノーボーダーだと思われてんじゃない回転ガチのスノーボーダーだと思われて、回転とかしたのみたいな。そうそうそう、めっちゃどんぐらい飛んだのみたいな、バックフリップでもかましたみたいな今までもさお尻全然ついたことあったけどさ、マジあそこカチコチだったもんな。ケツパッド入れないとね。ね、今後は絶対入れようと思った。もう嫌になった。でも嫌にはなってない。スノボ別にもう絶対滑らんっていう感じではない。うん、目つぶると走馬灯のようにこのスノボをやってる姿が思い浮かんでた。スノーボーダーじゃんもうプロな私の今後の選手生命みたいなこと考えてる。そう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 、なんかスポーツ選手ってこういう気持ちなのかなとかめっちゃ考えちゃったもういいでしょ。ちょっと一緒にとりあえず行ってみてさ。うん、ゲーするかもそんな。ん？ゲーしてもらう。ゲー？ゲーする？寒い。寒い？寒い。分かったから
どっち飲む？飲む、はい。とりあえずお稲荷さんを作ったけど、うん、ごめん、今ちょっと